アブドゥルサッタルイーディアブドゥルサッタルイーディは、パキスタンの社会事業家、事前事業家。エディ財団創設者として、遺棄された、幼児2万人以上を救助し、5万人以上の孤児を、助け、4万人の看護師を育てた。パキスタンなどでは、慈悲の天使などと呼ばれている。アブドゥルサッタールエディなどと表記される例もある。2017年には50パキスタンルピー効果に、 次期1928から2016という文言と共に肖像が刻まれた。1928年2月28日もしくは1月1日にイギリス領インド帝国グジャラート州バントバに生まれた。父親は中産階級だったという。母親はアブドゥルが11歳の頃に病にかかり、19歳の頃に亡くなった。アブドゥルはいつも母親から 投稿前に2枚のコインを渡されると、1枚は自分のため、もう1枚は貧しい人のためと悟され、使い残して帰宅すると叱られたという。こうした体験が、この後の彼の人生を決定づけた。1947年にインドパキスタン分離独立が起きると、彼は一家ごとパキスタンに移住し、カラチに定住した。1951年には、彼の宅配により、 小ぶりな店舗を買い取った無料診療所などの事前事業を始めた。出身地や宗派による分け隔てをせず、現在のエディ財団に至るまでパキスタン政府や外国からの寄付を受けないことで政治的に中立を守った。それ以降、60年間社会事業と事前活動に尽力し、2016年に88歳で亡くなった。60年を超える活動で幼児2万人と、 5時5万人を超える人々を助け、4万人の看護師及び600台の救急車を備え、多数の病院などを設立したとされる。2017年2月28日に、Google が生誕89周年を祝って、Google ロゴに採用したことにより、日本でも知られるようになり、同年には、エディ財団が日系アジア賞の文化、社会部門で表彰された。妻は、 診療所で働いていた看護師のビルキーズ。死去時にはパキスタンで国葬が営まれた。エディ財団の活動は息子のフェイサルエディが引き継いでいる。ありがとうございます。